YouTube のみんなさ、カタカナドイツ語を知ってますかカタカナってさ、ドイツ語から来てる単語って結構あるんですよね。医学とか法学とか、まあ、あいろんなところから、ドイツ語はこう、日本と関係してるんですよ。で、それがこう、素晴らしいなあと思って、今日はカタカナのドイツ語を紹介したいと思います。イェーイうわいということなんで、まず、あの、一つ目。テーマ。 テーマはね、あのテーマなんですよ。ドイツ語も全く同じ。でも、よく見てください。スペルは違う。テーマ。発音も違う。日本語だったらテーマ。ドイツ語だったら出す。テーマ。で、次。カテゴリー。これもね、ドイツ語だったらね、こうじゃなくて。D カテゴリー。D カテゴリー。 次これ一番ひどい話なんですよドイツ人からしたらさ、なんで仕事がアルバイトなのドイツ人もさ、こう、日本人がこう一生懸命働く仕事は仕事でもアルバイトはなんかバイトみたいな。そうじゃなくて、まずそもそも、翻訳の人はなんかこう、いつこの単語が日本語になったかさっぱりわかんないんだけど、間違ってるんですよ。ドイツ語のアルバイトは、あの、アルバイトではなく、 仕事のことなんですよ。もうマジでひどい。だからドイツ人みんなこの怠け者みたいに家でゴロゴロしてるんじゃなくて、ドイツ人ちゃんと働くんですよ。まあ、ねえ、うんうん。で、あの、まあ日本人ほど残業はしないかもしれないけど、でもね、ドイツ人ちゃんと働くから、だからね、あの、これ翻訳の間違いなんだよね。みんなね、 ドイツ人がね、みんな笑うんだよね。私も笑う。まあとにかくドイツ人だったら、the アルバイト、the アルバイトは仕事のこと。でアルバイトはどういうことかというとね、the ネベンジョブ、the ネベンジョブ。あるいはね、あのネベンジョブという言い方もあって、あるいはねもう一つは英語からのさあのパートタイムジョブ。これもね結構ドイツ語だったら使うんですよね。あのアルバイトを探したかったらドイツだったら、ich suche einen Nebenjob。 oder ich suche einen kleinen part time job oder ich suche einen mini job mini job t h a n g o mosaiki hayatte masu ne die energie kore mo doitsu go nan Das ne de tsugi allergy allergy kore mo ne die Allergie. die energie die allergy ato ne kono kekko tsukaimasu der virus でやっぱりあのドイツと日本は結構法律とあとお医者さんの関係でドイツ語と が結構日本語に入ってる場合があるんですよね。で、今は、あの、カーテンとかそういうのは、あの、今の医学部生はいろいろ英語で勉強してるんですけど、でも前、あの、ドイツ語をこう習ってる生徒さんは、こう、あの、医者さんの方がやっぱり多かったですよね。で、そういう人は、あの、大学でも勉強して、こう、仕事でもちょっと使うので、趣味で続いてる、ドイツ語を勉強してる人が結構いるんですよね。うん。だから、やっぱり、あの、その、 医学の関係でドイツと日本の,あ,のあとはですね結構私も知らなかったんだけどプードルってみんな分かりますかあのかわいいワンワンちゃんのことなんだけどこれもね実はドイツから来てましてドイツ語だったらディア・プードル日本語だったらまあプードルちょっと発音違うかなディアプデ・プードルあとはさっき話したあの医者さんのねカーテディーカーティー で、これもね、結構あのー、よく使います。Das「ダス・メーシェン」。みなさん、よくよく発音見てください。「ダス・メーシェン」。そうです。あの「ウムロード」が中に入ってます。このね、かわいい、ちょんちょん。Das <Das S 1>「ダス・メーシェン」。「ダス・メーシェン」。で、最後に、「ロックサック」。 でドイツ人もこう山登りが好きなのでだから山登りから日本語に入ってる単語もね割といっぱいあって面白いんですよね。で私は日本に初めて来てこうね山登りがこう好きになったんだけどドイツはね実は一回もやったことなくて。 だからまあ、うーん、そうだね。でも、そうすると、そのなんか、山登りのこ専門のものを買わないといけないんじゃないですか。そしてお店に行くとさ、説明が全部カタカナなんだけど、ドイツ語で、もううちはすごい面白かった。まあ、そういうエピソードなんですけど、みんな他にさ、あの、カタカナで面白いドイツ語の単語をしてたら、ぜひコメントとか、あの、Twitter で連絡ください。 すごい面白い。あと、あの、ま、ドイツ語勉強したかったら、まあ、どういうところに関してあるかわかんないんだけど、皆さんぜひ、あの、頑張ってほしいです。ということで、今日は最後までありがとうございます。チーズ